さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。福原遥さんがヒロインを務める NHK 連続テレビ小説舞い上がれ第11週笑顔のフライト2022年12月16日放送第55回。帯広での訓練過程を無事終了した舞は東大阪へ帰省します。父浩太高橋克典さんと母めぐみ長作ひろみさんが出迎えると、見知らぬ青年も一緒ではありませんか。舞はなんと何の連絡も入れずに柏木を連れてきちゃったのです。そして突然のことに戸惑う両親に航空学校の同期と紹介します。浩太が動揺しながらも柏木に向かって舞の父だと自己紹介すると、柏木も舞との関係を正直に言おうとしますが、それを遮るようにとても仲の良い友達だと説明する舞。お隣のお好み焼き屋梅津で宴会が開かれますが、浩太は終始ご機嫌斜め。航空学校での様子を聞かれた舞は、柏木が寮の部屋で一緒に教えてくれてなどと口を滑らせ、寮の部屋と表情を一変させる浩太。すかさず柏木が談話室ですとフォローしますが、どう見ても二人の関係はバレバレ。周りも気を利かして確信には触れずに置こうという空気の中、実直で曖昧にできない性格の柏木は強引に切り出します。舞さんのことが好きです、真剣にお付き合いがしたいですと浩太に向かって礼儀正しくしっかりとした挨拶。これには浩太も正直にはっきり言ってくれて立派やったと理解を示すのでした。そして舞の家に泊めてもらうことになった柏木は舞の部屋にも案内されます。すると窓越しに幼馴染の高志赤楚衛二さんが顔を見せたではありませんか。柏木は高志に向かって、舞さんとお付き合いさせていただいてる柏木ですと真剣な表情で挨拶し、微妙な空気に。ところが舞は何とも思ってないようで、高志が送ってくれた短歌を寮の部屋に飾っていたことを渡し、表情をピリつかせる柏木。短歌かけたらまた送るわという高志に、柏木は高志さん、舞のことはこれから僕が支えていきます、安心してくださいと対抗心を燃やします。柏木が浩太に呼ばれて部屋を後にすると、高志は彼氏やなと舞に告げ、うんと微笑む舞なのでした。かなりの急展開に SNS 上では、嘘だろ、もう家に連れてきた、親に誰が来るか一報入れろ、急展開に朝からご飯口から出そうになった、朝から吹き出して笑ってしまったわ、柏木学生やっぱりずれてるな、笑いぐいぐい来るな、柏木学生、まあお父ちゃんも駆け落ちの前科持ちだしな、舞ちゃんの両親にお付き合いする宣言かっこいいな、柏木学生ストレートに言った、これは好感度高い、ライバル心むき出しで面白かった、絶対高志くんの方がいいやん、幼馴染が強すぎる、柏木学生の心境お察しします、この優しい笑顔で出迎えてくれる幼馴染がいたらエリートイケメンの柏木学生でもざわざわするよね、といった声が上がっていました。さて来週の予告には、証拠バンバ高畑敦子さん、高志がご造営、さらには水島学生佐野弘樹さん、由良先輩吉谷彩子さんの姿も。視聴者からは、後藤にはついてくんなよな柏木、もう就職、あれ宮崎での訓練は、うわー来週楽しみ、来週の予告で震えた、あウィズリーチ先輩、来週水島学生がいました、バンバなんだか声が弱ってなかったといった声が上がっていました。ここからはネットの声をご紹介します。まあ2人が美男美女だからちょっとピンとこないのだけど、2人とも実は恋愛に関しては初心有無なんだよね。柏木が舞ちゃん家に挨拶に来るのも誠意は感じるけどちょっと早すぎかとも思うし、
来るにしても事前説明がないと親もびっくりしてしまう。そこの配慮はあっていいかな。まあ、私は年齢的にどうしても親の立場の目線になるので。まず、舞ちゃん、柏木くんを家に連れてくるのだったら、前もって親に事情を説明しておかないとダメだよ。次に、柏木くんがお父ちゃんに自己紹介する場面。お父ちゃんがビール瓶を持って近づいてきたので、ビール瓶で思いっきり殴られるのかと一瞬浮かんだが、それはないな。苦笑。でも、その場面では、柏木くんはよく言った。好感度上がる。次に、たかしくんとの場面。落ち着いて、冷静なたかしくん。好感度さらに上昇。たかしくん、吉田くん、いいな。りんこさんはもう出ないのか。大河内教官も、もう出ないのだろうな。舞ちゃんが、柏木学生のどこに惹かれたのかは疑問ですが、たかしくんにマウント取る柏木学生、ちょっと可愛かったです。たかしくんの少し寂しげな表情も良かった。そりゃ、舞ちゃんが大切にしている詩をプレゼントしたのが、自分よりも長い歴史を持った異性だと知ったら複雑ですよね。柏木が堂々と交際宣言したのは良かったと思います。お好み焼きを食べたくて来たとか、仲のいい友達なんて嘘をついてもバレバレでしたしね。お父ちゃんの反応もいちいち面白かったですが、寂しいけど嬉しい気持ちもあったんだと思います。たかしの作った歌を心の支えに頑張ってきた舞ちゃんを見て、柏木学生は目に見えない脅威を感じた様子。そんなことで動揺してたら一流のパイロットにはなれませんぞ。その点、内心はわからないが動揺した素振りを一切見せないたかしの方に度量の大きさを感じた。柏木学生派に全否定されそうだけど、柏木くんがたかしくんにマウント取ったの見て、やっぱり最終的に舞ちゃんと結ばれるのはたかしくんなんだろうなぁと思った。あそこでたかしくんと柏木くんを対面させてる時点で、3人の間に何かは今後ありそう。いやいやいや、まだ付き合い始めて数日でしょ？自分が一番近いところにいると思ってた彼女に、それより近い幼馴染がいると知って動揺したところに、自分にはわからない話で盛り上がってたら、面白くないの当たり前じゃない？しかも、柏木だって初恋のはず、焦って牽制かけたくなる気持ちわかるけどな。これが付き合って何年も経ってたり、結婚してたりするならまた別だけど。本当に小さい人なら、あんな人いるなんて聞いてない。って当たることもあるでしょうに、そうならなかっただけマシだと思います。でもそんな私も、そのうち柏木とは別れて、たかしルートです。舞ちゃんとたかしくんは、幼なじみ&お隣さんで、あまりにも関係が近すぎて、恋には発展しないかな。少なくとも今は、その予感はないよね。舞ちゃんもたかしくんもふんわり系だから、たかしくんにはしっかり者のくるみちゃんがお似合いだと思います。今のところ少々ギクシャクはあったものの、若い二人の交際を両親やその取り巻きも認めてくれたようで、いい感じで物語は進んでいますね。あと気になるとすれば、トレーラーの兄貴と順調すぎるように見える工場の経営くらいでしょうか。セスナ機からどういう過程を経て旅客機の機長になっていくのかはこの先を見ればわかると思いますが、おそらく相当至難の道だとは想像できますので、この若い恋人同士の付き合いが凶と出るのか吉と出るのかが見ものです。自分の好きになった人の大事な幼馴染に対してあの態度はいただけない。自分の彼女しか見えてない感じが、やはり、柏木の器の小ささに映ったけど、これはあえての演出なのかな？たかしくん、切なそうにしながら、ええ彼氏やな。って言えるところが、さすが、舞ちゃんを、いつもさりげなく支えてきたたかしくん。おやすみって、早々に窓を閉めてしまったことに、舞ちゃんも、たかしくんいつもと違うな。って感じてはいそうだけど、来週、5頭でたかしくんもいる様子でしたね。これから、たかしくんの存在が、舞ちゃんにとって、どんどん大きくなっていくといいな。舞の無邪気な鈍感力、魔性の女ぶりがまた発揮され、面白くなってきた。
来週は航空学校を卒業、並行して就職活動もやっていた前の進路が決まるが、リーマンショックの影響もある模様。懐かしいキャラも登場して、前半の締めくくりのような楽しみな展開。前のめりな柏木が心配。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。